カンドリゴです。6年生超極太グリップのトレーニングバットという。ああいいね、めちゃくちゃいい。はい、始まりました、悩める野球女子を救え、アメージング駆け込み寺のコーナーです。はい、ということで、今回記念すべき第1回目ということでね、悩める野球女子を救うこの企画ということで、今回ここ奈良校がレッスンをさせていただいている、はい、スポーツシティ荒木さん、ここアメージングの奈良校が、ここで日々レッスンしているということで、もう僕のちょっと隣にね、もう出ちゃってるんですけれども、今回この悩める野球女子を救いたいということで、特別ゲストに来ていただきました、リコちゃんです。自己紹介お願いします。カンドリコです。6年生で阪神タイガースに所属してます。阪神タイガース？あ、ジュニアです。あ、阪神タイガースジュニアに、 NPB ジュニアトーナメントの阪神タイガースジュニアに選ばれている野球女子ということで、はい、密着させてもらってるんで。そうですよね、はい、見たことあるなと思ったらあのリコちゃんでした。はい、はい、まあ、今回、阪神タイガースジュニアに所属してるということで、まあ、言ったらこの世代のトップ層じゃないですか。ジュニアトーナメントっていつあるんやったっけ。12月の26です。26日、1ヶ月半前にちょっとバッティングの悩みがあるっていう風に今回聞いたんやけど、なんかそれどんなことで悩んでんの。引っ掛けてサードゴロとかショートゴロとかになるの。はい、なるの。急に可愛くなりましたなるの要するにちょっとこねちゃうってことだよね、はい、手首は変えちゃって、まあ、こねてしまうということなんですけれども、まあ、今回ね、この企画、奈良校で、やってるということで、奈良校の、塾長小中塾長に来てもらってますので、ちょっと来てもらいましょう。こんにちは、アメージング奈良校塾長の小中です。お願いします。小中塾長、はい、まあ、今教え子ですよね。言うたら教え子が今すごいちょっとバッティングに悩んでると、はい、手首をこねて引っ掛けてしまうっていう悩みなんですけども、はい、どのような形でこの悩みを解決していくかみたいな、どうですかそのあたり。いや、アメージング新しいの出たんちゃうのなんでそんないやらしいなんか、はい、今回ね、放送がこれ17日なんですよ。つい、ね、2日前に、はい、まあ、アメージングのギアのシリーズの中で新しいバットがね出たということで、今回ちょっとそのバットを使って悩みを改善していこうというような流れになっております。それでも、はい、リコの悩みに寄り添える商品なんかなっていう気にはなるんですけど、はい、いやね、今回ね、その今さっきこう悩み何って聞いた時に、こう手首がかえてこねてしまうという話を聞いて、これもう本当に運命のこの巡り合わせっていうのを僕ちょっと感じちゃったんですけど、まあ、今回僕たちが開発したコンボという商品があるんですが、はい、こちらがですね、超極太グリップのトレーニングバットということで、見てください、これここにも書いてるんですけども、グリップがね36ミリもあるんですよ。手のひら全体でグッて握らないと握れなくなってるんですよ。確かに、はい、バットより明らかに太い。これめちゃめちゃ太いでしょ、うん、これを今日使ってやるんですけれども、これがね、めちゃめちゃ太いから手首で操作しなくなっちゃうという仕組みがあるということで、はい、まあ、これをどうやって技術に役立てるかっていうのは小中塾長とのレッスンでやってもらいましょうか。今からちょっとリコの悩みを解決して、12月26日ジュニアトーナメントに向けて、はい、リコの悩みを改善してリコが活躍できるように、はい、ちょっとレッスンしていきたいなと思います、はい。じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずは、まあ、どんなスイングを今されてるかっていうのをティーバッティングからですね、いきましょうか。普段通りいきましょう。はい、はい、めちゃめちゃいいスイングなんですけど。めちゃめちゃいいスイングだね。俺が思うのは、ティーとか練習ではめちゃくちゃいいバッティングできてんねんけど、やっぱ試合ってなったら余計力入るやんっていうところが、さっき言ってたコネに繋がってると思うねんや。普段ゲットラインとかいろいろアメージングギア使ってくれてるやんか。
はい、形はすごいめちゃくちゃいいね、はい、こう売ってる形はな。でももう一個レベル上げようと思ったら、今リコに必要なのは体幹でしっかり打つことと、ヒットポイントって言って打つ瞬間にもう一個押し込むっていうところがめっちゃ大事になってくる。で、体幹で打つっていうところはちょっとは分かってると思う、毎日練習してくれてるから。で、そこでより押し込みを可能にするのがコンボ。これ太いから手のひらでしっかり握って体で打たないと、そこの押し込みっていうところができないね。一回打ってみようか、これな。めちゃめちゃ使えてますね。で、絶対に意識してほしいのは前の手、これボトムハンドって言うんだけど、前の手でリードしないこと。後ろの手をしっかり意識して打つ瞬間に体を使ってしっかり押し込む。もちろんこれ腕で操作してしまうところにつながってしまうんだけど、そこはしっかり体で前に伝えていくっていうところは意識してやってみて。これって今みたいにこう振り切る方がいいですか、コンボ使うときって。振り切らん方がいいね。いつもさ、レッドライン X で平らなやつでさ、パームアップ練習してるやん、パーンって、はい、その感覚でいいから一回打ってみて。そう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 、もうちょい振り切ら、もうちょい、パーンの、そう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 、後ろの手を意識して体使って、そう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 、そう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 、こうしっかり握れへんがゆえに、こう手のひらでしっかり持った状態で体で打つっていうのがこうインプットできるから、体に、はい、もうちょい行ってみよう、もうちょい力抜いてもいい、あ、そう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 、いいね、いいね、押し込み意識して、まあこの後ろからとか見ててもめちゃめちゃ右手で押し込めてる感じするんやけど、リコちゃん的には右手で押せてる感じある？はい、めちゃめちゃある？はい。で、やっぱこう握りにくいっていうバットやんか、握りにくい、握りにくいから考えてなくても押し込めるっていう感覚はある？はい、フィンガーハンドって言って、はい、指でバット持っちゃうと、もちろんこのムチのようにバットを使えるようにはなるんやけど、これから上のクラスになるにつれて球速ってめっちゃ上がってくるんだよ。フィンガーで握った時は手首が柔らかくなる、バットがムチのようにしなって出てくるっていうメリットがある。でも速いボールに対してすごい負けちゃうとか、はい、っていうところにもつながってくる。なるほど、はい、差し込まれた時に手首が負けちゃう。そう、こうフィンガーで握ってると柔らかくなって負けるっていうところにつながる。なるほど。そう、それを、はい、パームグリップ。パームグリップってこれどういう意味なんですか？しっかり手のひらでバットを握る。手のひらで握る。さっきは指先で握ってたやつを、こうやって握ってたやつを、はい、手のひらでしっかり握る。もうことで、わしづかみみたいな。わしづかみ、そうそう、わしづかみ。で、それを手のひらでしっかり握ることで、はい、球が速くなった時に負けない、ここで負けない、インパクトでしっかり負けないためにパームグリップを身につけるためにもってこいの商品っていうところ。これってまあ、フィンガーグリップとパームグリップ、選手によってこう使い分けたりしてるんですか？使い分けてる子は多分おらんと思うね。その選手によって、うん、俺はフィンガーのが、うんうんうん、パームのがっていう感じで使い分け、うん、なるほど。そこをもっとフィンガーで持ったとしてもより負けない手首、その速い球に負けない手首作りがしっかりできる。なるほど、うん、今気になったんですけど、太いじゃないですか、強く握った方がいいですか？力入ってしまうって逆になんか硬くなってしまうイメージあるんですけど、強く握っても問題はないですか？問題はないです。俺が打った感覚で言ったら、フィンガーとパームで打ってみてんけど、フィンガーでこれ打ったら打たれへん。そう、もう扱えへん、この太すぎて。なるほど。そうだから、まあ、パームしっかり握り込んで手首を固めようっていうところ。カチカチにするんじゃなくて、より押し込みを意識できるようなバットになってる。
なるほど。そう。じゃあこれ最初のリコちゃんの悩みであるその褒めてしまう時があるっていう選手はあえてパームで握って練習するってのもありってこと。ありやね。なるほど、うん、もう一回じゃあちょっと今さっき説明あったパームで握る手のひらの上でしっかり握るっていうイメージ持ってちょっと言ってみましょうか。インパクトに集中して、うん、最初はその今みたいなパームアップの練習でしっかり身につけるその感覚を身につけてそれができてくればしっかりスイングしてもいいから、はい、もうちょいパームアップでやってみよう、はい、うん、次じゃあ普通にティーしてみて普通に普通に、うん、普通に打ってるようにいつも。打球の方向といい角度といいめちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいい。より体でっていうところ、うん、で後ろのトップハンドでしっかり押し込む。僕野球塾通いたいんだけど家が遠くてなかなか通えないんだよね。そんな僕にもなんか野球塾で学べるいい方法ってないかな。アメージングって野球塾に通えない子でもオンライン野球指導やってるよ。え、それってどうやって入ったらいいんですか。鍵概要欄から。あ、概要欄に行ってみよう。これ下半身の意識としてはどういった意識持った方がいいですか。まあ、下半身はもうとりあえず足、腰、腕っていうのはずっと言ってるんで難しい言葉で言ったらメンテンやな。いつも意識されてるんですか。はい、昔城島さんとかがパンチと一緒みたいな感じでこの力こぶが入るところで捉えて打ちたいみたいなっていうのをすごい言ってたんですけどなんかそれに近い技術をすごい感じます、うん、だから今のトレンドとなんか合ってる気がしますよね、うんうんうん、時代にしっかり押し込めてるかってちゃんとヒットポイントのところでしっかり押し込めてる感覚があるかないかちょっとある、うん、ほんならあと3球いこうか、はい、押し込む、そう押し込む足もしっかり意識して押し込む、そう抜群押し込む、あーいいねめちゃくちゃいい。これ、さっきパームグリップで握ってたじゃないですか、うんうん、次の意識は普段と同じ使い方でいいんですか。リコは普段どっちか分かってる自分で。はい、指。指の方が多い。こっちは、まあ、極力パームでいってほしいねんけど、普通のバットの時は全然どっちでも押し込むところがしっかりこれで意識できてたんで、一回普通に起きてしてみよう。ね。でより押し込んで。めちゃめちゃ押し込めてますやん。どう自分で感覚どうコンボ振った後に普通のバットでティーした。こっちで打ってる。トップハンドでしっかり打ててる感じはある。はい、めっちゃ細く感じひん普通のバットやろう。それもまたなんていうかなより押し込みの意識を持てる一つのポイントかな。あと5球ぐらいいこうか。はい、押し込み、おーやんめっちゃええよ。もうそのまま NBB 行ってくれよ。かわいい。なんかでもすごい似てたんですけど、元からポイントって結構近い。意識は前足のところ。前足のまま。練習の時は真ん中で。じゃあもう自分のおへその前ぐらいで。打つような感覚でいつもめちゃめちゃでも近いですよね。うん、近いな。なんかすごい体の中で打ってるイメージは
元からあったので、なんかそれをよりトップハンド使って、うん、なんか押し込める感覚があるのかなと思ったんですけど、変えた感じで結構感覚どうやった？打ちやすい。東京ガツの笹川選手取材した時に、彼はあの本番でめちゃめちゃ太いバットを握るって言ってたじゃないですか。だから振りにくいから逆に手に力入らんくなって、体全体使って打てる。だいぶこう右手で押し込んでるバッター、押し込みとかがある。僕智弁和歌山で野球やってた時に、あの練習全員竹バットなんですけど、めっちゃ太いんですよ。グリップの SSK さんで、あの特注で作ってもらってたんですけど、めっちゃ太くて、あえて練習の時は打ちづらいバットを使って試合の時にこう安心してバットを握れるみたいな。試合前の調整とかで使うのいいかもしれないですね、ちなみにこれは実だわ。可能です。可能。これ僕たちが作ってもらってる工場さんで、持ってるちょっと特許製法で、まあ、素材は竹材を使ってるんですけど、特許の製法を用いて作ってるんで、普通の竹の素材のバットよりも格段とこの耐久性が高いと。に加えて 1000g っていう重りに対するそのグリップの太さ、あの前から来るボールでもガンガン練習することができます。これ1キロやで、分からなかったやろ、はい、本当は多分小学生はこのサイズな。リゴちゃん触れるからさ、押し込みが分からんかもしれない。どう？どっちがいい？こっちの方がいい？はい。押し込みが分からんくない？うん。軽くてな。はい。リコちゃん触れるから。まあ世代をね、こう代表するジュニアチームにいるんで、まあちょっとやっぱトップ層は小6でももう大人用を使う方がいいかもしれないね。まだ上がちょっと中心になってるから。パンこう抜けてくるような感じ。そうそうそう、パンって。変化はある、まあ、インパクトでの右手の押し込みがめちゃくちゃ良くなってると思う。最初打ってるとこと比べてみると、ここの右手の最後の押し込みが全然違う。違う、まあ、確かに横から見てても今振ったってっていってる感覚が見えた。上がり方と強さと自分で感覚違うの分かる。分かる。言わされたらあかんね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。リコちゃんどうでした？キーの手で、押し込む。はい、それが、分かった。分かった。分かった。じゃあ、こねてるとか言ってたよ、さっき、はい。サードのショートが多いって。はい。それはどう？解決？できそう。できそう。はい。できました、だいぶ。はい。ということでね、まあ、今回使っていただいたコンボというバットなんですけれども、ね、こちらの85センチの 1000g の大人用のバットと、こちらですね、78センチの 830g、 こちらがジュニアサイズになってます。でカラーが今こちらチャコールとブラックと、でもう一個ねモカっていうのがあるんですよ。おお、初めてですよ。はい、チャコールとモカ初めてですよ。そうなんですよ、はい、今までアメージングのギアって黒とか、ゴールド、はい、まあ、限定で、まあ、赤があったりシルバーがあったりとかあったと思うんですけども、まあ、今回ねちょっと幅広くね、あのいろんな人にこう愛される商品を作りたいということで、まあ、今回、はい、まあ、女子野球選手のリコちゃん来てもらいましたけども、女の子でもこう使いやすいようなチャコモカ、これねカフェテイストで活かしてもらってます。リコどう？モカなんてめっちゃいいじゃん、はい、これはどう？はい、好きやろ。はい。これね、まあ、3色展開でサイズは2サイズということで、やらせていただいてます。2日前に発売開始化されて、で明日以降ですね、順次発送の方も、させていただきますので、今ご注文いただくとすぐに、
このバットが届くというような形になっております。ということでですね、まあ、先週はトランクボールがリリースされて、はい、で今週はコンボが出たということなんですけども、やっぱりね、我々アメージング野球塾から始まった会社ですので、今後ともですね、悩めるこういった野球少年野球少女の皆さんのためになるような商品いろいろ開発していきますので、ぜひですね今後ともアメージングよろしくお願いします。はい、ということで今回最後になりましたけども、リゴちゃんのね、これ12月26日 NPB ジュニアトーナメントがこれどこでやるのかな。神宮で寒空にねアーチをかけていただくということで、ちょっとね寒いかもしれないけどね、名工ボーイズにいる小久保くんが、はい、神宮のスタンドインのホームランを放ったんですけども、はい、まあ、それ以来のね神宮のスタンドに突き刺すホームラン期待してるんでね。リコやったらいけるんじゃない。はい、はい、最後の押し込みでいけるんじゃないですか。はい、最後ねちょっと困った時は押し込み思い出してもらって、はい、いいですか。はい、今日はちょっとね学校とかね練習とか忙しい中でしたが、ご協力いただいてありがとうございました。はい、我々もこれからもリコの活躍を応援しております。はい、じゃあちょっとねアメージング大応援団で12月26日応援行きますんで、はい、はい、みんなで行きましょう。はい、はい、で阪神タイガースジュニアで試合やってますんで、はい、ぜひ皆さんも応援よろしくお願いします。お願いします。それでは本日は以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。